ただいまより伊藤貸太郎生誕慈悲の除幕式を開会いたします。それではお願いします。はい、はい、どうも。いや、ありがとうございました。一昨年あの伊藤貸太郎の顕彰碑建立をいたしましたけども、その、途中にですね、あの実は長いこと貸太郎の生家が不明だったんですけども、顕彰碑建立の年にそれが判明しました。でこれはもう早速生誕地の碑をですね、資源保全の会の方でやろうというようなことで今日になったわけです。ああ歓迎無料ですよね。非常にあの嬉しく思っております。多くの方々に見ていただいて、であの雫、まあ、霞ヶ梨というのは非常に歴史が面白いところだというところで、まあ、観光的にも街づくり的にもですね、こういったものが活用されればいいかなと思っております。